今回もご視聴いただきありがとうございます。キャンプギア DIY 系 YouTuber のサルです。このチャンネルでは100均アイテムを中心に低価格帯のキャンプギアを DIY 加工することでより使い勝手の良いものに改造する方法などをご紹介しています。ご興味ある方はチャンネル登録と Twitter、インスタフォローもお願いします。はい、ホームセンターでこういうシリコン製の耐熱チューブを買ってきました。切り売りなのでめちゃくちゃ安いです。数十円でね、この2つ買いました。でこれをこちらにね、はめて、その耐熱性があればね、あの取っ手が熱くならないかなと思って、まあ短い取っ手で使える可能性も一応確認したいと思って試そうと思いますが、ちょっとねギリギリのサイズなのでこのままだと入らないんでね、少し角を取ってやりたいと思います。はい、こんな感じでね角を落としました。でこれだったらね多分入るんじゃないかなと思いますので入れてみます。あ、そうですね、いい感じですね。ちょっときついぐらいがいいので多分ベストだと思います。これこんな感じで、入れてやれば、内側に洗剤とかつけないと入らないですね、奥まで。はい、こういう時はねちょっとした石鹸水みたいなね、まあ洗剤でいいんですけどを塗ってやるとスルッと入りますんでね、覚えとくとまあ便利かもしれません。意外とねこの辺がねコツだったりするんですよね。でこの辺が分かってないとえらく苦労したり、このシリコンがね傷んだり裂けちゃったりとかね。今度はほら簡単に入ります。はい、いい感じですね。ここはちょっと先っぽは出さないぐらい、ギリギリ出ないぐらいにしときましょう。そうするとねうっかりここに手が当たっても金属が熱くなってても手が火傷しないので。めっちゃ短くなりましたけどね、こんな感じでどうなんでしょうね。これぐらいですね。はい、で2本できました。めっちゃね、これだったらね150度なんで耐熱が、まあそれ以上熱くなるとまずいんですけど、まあ言ってもね200度ですぐダメになるとかそういうことではないので結構いけると思います。まあ工業用のね耐熱シリコンチューブなので強いです。はい、ではね組み立てていきます。このね角度、曲がってるのがね角度を間違えないようにしますね。はい、OK です。こんな感じでね出来上がりましたので、これで焼き物をねじゃあ実際に焼いてみようかなというふうに思います。まあ、持った感じとしてはねこう短いんですよね。短いんですけど、ごとくに置いた場合にこれだとね水平が保ちやすいんだったらもうこの長さの方がいいかなという気がしますし、まあ逆にここまで短くしなくてもね水平が保てるんだったらやっぱり折りたたみ式のねもうちょっと長いハンドルをつけたいなというふうに思います。まあ焼く時にねどのぐらいやりやすいかっていうところをね優先して判断したいと思います。では早速調理をしてみたいと思います。これですね、乗った感じいいですね。下にこう今までだったらこうね垂れ下がってたんですけど、取っ手がね軽くなったのでそんな感じがほとんどないですね。ただやっぱり当然こっちの方が重たいのでね少しこう斜めにはなります。水平じゃなくて少しですね。
にはなりますね。はい、ただ2枚重ねるとこの部分がより重たくなるのでね、どうなんだかなと、まあその辺はねちょっと様子を見たいと思いますので、じゃあね適当でいいのでウインナー、いつものね感じでウインナーをまず焼きましょうか。今ハンドルロックがねないので、今までだったらねロックがあったんですけど、ちょっとないのでそこはね気を使わないといけないかもしれませんけど、やっぱねほとんどこうあれですね、斜めにならないですね。これはねもしかしたら大成功ですね。この長さっていうのはだからある意味ね本当に理想的な長さかもしれません。まあちょっと火が強いので一瞬で焦げちゃうので、なるべく弱火でしましょうか。シングルバーナーだとねどうしても炎が強いんでね。でね今のところね熱くないですね。この間はね弱火でももう3分経ったらね熱くて持てなかったですね、この短い取っ手じゃね。ただ今の時点では全然大丈夫です。結構いけそうな感じがしますね。これだとやっぱりシリコンチューブっていうか、まあ、シリコンがね耐熱性が高いので、しかもこうね、工業用だからまあ安心感もありますし、安いですよ。いくらだったかな、ちょっと出しときますけどね、静止画で見てくださいね。1メーターあたりいくらだったかなっていうので、買ったのがね10センチなんですよ。なんでその10分の1で買ってるんですな。60円とかなんかそんなんだったと思うんですけどね。それを2本に切ってこう5センチ5センチのね今チューブにしてつけてます。まあ持てないことは全くないですね、まあ、そもそもこれソロ用ホットパンなんでちっちゃいので全然いけますね。これはい、卵はね1個ギリギリになるんですよね。結構もう料理始めてからどうでしょう、4分ぐらいはねずっと弱火のままですけどつけてるんですが、全然いけそうな感じですね。これ胡椒入れましょう。黒胡椒とちょっとねシナモン入れたいな。で、ケチャップぐらいかな。はい、熱くないですね。やっぱりこの取っ手をつければ、かなりねうまくいきそうな気配です。はい、ちょっとひっくり返しましょうか。うん、これねいいかもしれませんね。よいしょ。はい、でくっついたかな、ちょっとくっついてるな。パッとね外しにくい時があるんですよね、くっついてるとね。はい、外れました。このソロ用ホットパンはね本当にね優秀でね全然くっつかないんですよね。はい、こんな感じで、もう前も言ったと思うんですけどね、私の場合爪をねDIY でね切り取ってるので、なのでどの角度でもねこう付け外しができるんです。2枚に分割ができるようにしてます。もともと買った状態だとね思いっきりこう180度以上開かないとね外れないんですよ。それはちょっとね私はもうすごくもどかしかったので、これ購入してきたもう翌日ぐらいにはねカットしちゃってね、それは別の動画で紹介してますので、まだちょっとくっついちゃったかな。あ、なんかねすごいいい感じです。見てみますか。はい、こんな感じでねいい感じになりつつあります。はい、もうちょっと焦がした方がいいかな。はい、もうできたと思うので火を止めます。では開けてみましょう。ドッグンドッグン誰かみたいですね。はい、どうでしょうか。こんな感じです。いいですね、いい感じじゃないですかね。はい、でねいつもこれを私はそのままいただくんですけど、もうね取ってね全然熱くないですね。ここ金属のところはねもう触ったら多分一瞬で火傷するぐらい熱いですよ。ただねここは全然だね、多分よっ
ぽどよっぽど皮膚が薄い人じゃない限りはね、全然大丈夫。なんかねこれがいいかもしれません。なんかねこれすごくねいいかもしれませんね。もう短ければ短い方がいいのは事実だと思うんですよね。その方が、コンパクトなんでね、なんせこれがいいかもしれませんね。前っていうとハンドルをロックできる仕組みはあった方がいいかもしれませんけど、必ずしもねそれも必要ないと思いますので、これでねいいかもしれませんね。はい、こんな感じです。使い終わりましてね、どっちもねこの取っ手の部分はね全然大丈夫です。これがいいかな。特に取っ手がね溶けてるとかそういう雰囲気も全くないですしね、これはいいんじゃないかなと思います。ではいただきます。はい、ということで食後ね今洗ってきたんですけど、まあ正直なところシングルバーナーとか家庭用のコンロだったらもうこれで十分ですね。この長い取っ手はいらないですね。ただし焚き火の場合はですね、やっぱり火が大きいのでこれだと短いので、おそらくねもう火が直接このチューブに当たっちゃうと思うのでやっぱりまずいと思うんです。だからまあ焚き火用に、まあ、これをね、折りたたみでつけれるような工夫をこの後してみたいと思いますが、まあ、多分普段のね家庭用のねガスコンロのようなものとか、まあ、シングルバーナーだったらね、まあ、多分面倒なのでもこのまま私は使うような気がします。まあ、これでも十分にね、熱くならないということが判明しましたので、これはこれで使い勝手が良いという結論です。ということで今回はね一旦ここで終わります。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画ねいいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。バーナーで使ったら白くなった。バーナーは強いな。